障害者スポーツをライブ中継、東京パラスポーツチャンネル。今回ご紹介するのは知的障害者陸上。千葉県白井市で行われた強化合宿にお邪魔しました。6月1日土曜日、2日日曜日に行われる2019日本 ID 陸上競技選手権大会に向け、調整に余念がない選手たち。 ID とは知的障害のことで、この大会は知的障害のある方が参加する陸上競技大会としては国内最高峰の大会です。パラリンピック陸上競技は障害の種類や程度などによって168の種目に分けられていますが、知的障害のある方が参加できるのは400m、1500m、走り幅跳び、砲丸投げのわずか4種目のみ。競争も自然と厳しいものになります。その日本 ID 陸上競技選手権大会、走り幅跳びに出場する酒井選手は競技の魅力についてこう語ります。競い合えるのがすごい楽しくって、でも自分が飛んでてもすごいなんか自分のパフォーマンスが出せるので、幅跳びが一番それが魅力的ですね。自分の去年400メートルで優勝した松本選手は大会での目標について、やっぱり目安としては今自分は51秒ですが、今年はもう50秒を出せるようにします。1500メートルに出場予定の木村選手は、1500を予選と決勝を頑張ってタイムを自己ベストを頑張れるようにしたいです。最後に3人の選手に来年に迫った東京2020パラリンピックについて意気込みを聞きました。障害でもこんな頑張ってんだよっていうのは世界に広めたいですね。できる限り相手についていくように頑張りたいです。練習を嘘つかないように重ねて体力つけて頑張りたいと思います。東京パラスポーツチャンネル2019日本 ID 陸上競技選手権大会は6月2日日曜日午前11時30分からご覧のケーブルテレビと YouTube ライブで生中継。お見逃しなく。生中継ぜひ見てください。